おお、すげえ。なんかちょっとしたさ、こう、美少女アニメというか、セーラームーンとかそういう感じの変身シーンみたいな。ほい、ということで、ここから、なんだ、どうしていけばいいんだ？ここ、とりあえず、あれをね、ちょ、君邪魔。あ、消えた。消えた。この辺、どうやっていけばいいんだ、これは。え、ここなんか押すやつとか、ないな。ないな。めっちゃ、なんか何気にほっこりする雰囲気よね、あれ。お、あ、ここ、いける？ここ行ったっけな。行ったっけな、待って。これすげえ気になるけど。どうやらかなり古い本のようだ。かすれた装丁には古い文字で、装丁輪から装丁？魔力増幅の呪文3巻と書かれている。しかし本に封印がかけられており、あいや、読むことができなかった。読めねえ。あ、さらに上に。あれ、思いっきりぶつかっ、あ、消えた。なんか思いっきりモンスターとぶつかっとった気がするけど、大丈夫な、あれ。これは一体どこまで続いていくんだ。そして、あの真ん中に行けばいいんかな。真ん中にスイッチなかった今。ぽいのあったよね。なんかこう、ところどころでさ、モンスターたちの行動みたいなのが見えて楽しいね。あ、ここやない？ほらほらほら。お。これで、なんか行ける場所が、多分変わるはず。あ、どこ今の。今のは、背後あそこか。あー、もうここからパラセールで飛び降りたい。パラセールなんてものがこの中にはないんだけども、飛び降りたい。え、この上の階は？上の階、戻るのはさっき通りに戻れるか。オッケー。ここから戻ります。え？あ、びっくりした。閉ざされてるー。待って、閉ざされてるー。なるほど、出られないと。え、出られんやん。どうやったらいいん？あの、上から降りることできんよね。え、待って、どうすればいいんだ、これは。とりあえず、さっきあっち側行って、あそこに行った。向こう側から降りれるかな、もしかして。ちょ、待ってね。あっち側から降りてみようか。あ、ここから降りれるんじゃない？出れるかな、ちゃんと。あの、竜のおじいちゃんみたいなのがいっぱい。ここから出られるー。やった。あ、やった。おじいちゃん先生、こんばんは。え、待って、いけんのやけどー。マジか、いけんのか。これは、てか、あの開いた場所はどこなんだ？ちょっと待って。これは押してしまって大丈夫なやつなんかな？なんかど、お、閉まる？めっちゃ動くやん。あの中に入っていきたいな。あ、ここから降りれるようになったんかな？降りれるようになった、あ、なって、この中入れる？もしかして。あ、違う、この上かな？もしかして。もしかして言い過ぎ。あ、上やな。え、これで上行け、ない。待って、これはどうなってんだ？一瞬ここに階段あるんかと思った。多分あの、上の、あそこか。あそこに部屋があるんか。上がっていかんといかんのかな。ということは、ちょっと待って。こっち、あ、いけねえ。あそこに行きたいんよね。あそこに行きたいんやけど、え、こっち、行き止まり、え、行き止まり、どれをどう動かせばいいんだ？パズルみたいになってるってこと？これ。この辺の綺麗な飾りがちょっと気になる。
どうなんだ。ちょ、待って。もう一回動かさして。え、もう動かないの？あ、もしかして一回しか動かんとかそういう感じ？これ。あ、そういう感じなの。あ、なるほどね。あ、じゃあパズルみたいに何回も何回も動かすとかいうわけでもないんかな。もう私はさ、一番上の真ん中のボタンを押した時点で、はい、いけたーって思ったんやけど、どういうこと？あ、こっち行けるやん。こっち、ここにはスイッチないんやね。なるほど。はいはい。なんかさ、どこ見ても同じにしか見えんのよね。ここ一応スイッチあるし、向こう行き止まりか。じゃあここ押すしかないってことよね。押せんくね？え、待って、押せんくね？え、待って、積んだ？え、積む？積む？あ、ここ開いてる。ここ開いてるわ。ここは？行ったとこ？なんか、すべて行った場所に見えるんやけど。あ、でも、ん？さっきこんなところからは出てきてないか？あ、これで、これで、ここの中に入っていける。なに、ここは。セーブできるとこかな、もしかして。あ、違う？あ、違うんか。なになに、何があった？どうしたの？おお、これじゃこれ。この本を読めば、魔女を封印した時のことがわかるはずじゃ。では読むぞ。ふんふんふん。なんか襲われそうやけど。魔女の魔力はあまりに強大だった。私の力をもってしても倒すことは愚か、封印することさえできなかったのだ。そこで私は魔力を吸い取り政治を操り、魔女リーズレッドの魔力を吸い取ってから、魔導書の中に封印することにした。この計画は成功し、魔女を封印した禁止を古代図書館に収めた後、私はミルレアンの森でその聖獣と余生を過ごすことにした。ふんふん。てか本でかいな、周りに。なるほど。魔女の封印にはこの聖獣とやらが欠かせんようじゃな。ミルレアンの森に聖獣なんていた？魔女の手下っていう魔獣ならいたけど、アイナが討伐したわよね。もしかして討伐してはいけないやつとか。なんじゃと？アイナくん、その魔獣とはどんな姿をしていたのかね。今。ふんふん。純白のまん丸い体に金色のたてがみ。大きなお口でムフォムフォ言っておったじゃと？え、それが聖獣？え、討伐したらいかんかったやない。でー、マジか！って、バッカモン、お前さんが倒したのはここに書かれてある聖獣じゃ。うわー。いや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 。いや、もう遅くね、反応。え？でも女王様がそう言ったのよ。ミルレアンの森にいる獣は魔女の手先だって。アイランのせいじゃないわ。女王じゃないんじゃない、あれ魔女なんじゃない。何？シャール様がそう言ったのか。ふん、なぜそんなことを。あら、ねえアイラン、これ女王様が持っていた本の表紙の紋章と一緒じゃない？よく覚えてるね、そんなん。てかそんなん見えたっけ。知らんけど。ふんふん。どうやらこれは禁書に刻まれてる紋章のようじゃな。ほら、禁書。待って。つまり女王様が持っていたのは魔女が封印された禁書だったってことね。ということは、魔女が、ん？まさか。え、あれは、もしかして女王様は本物の女王様やけど、そっち側に回ってしまったとかそういうこと？うん、ここで考えてても仕方ないわ。とりあえずクレイムラーに戻って女王様にいろいろ聞いてみましょう。まあ、でも怪しかったもんね。待って、ここから戻れます？ここから戻れます？あ、クレイムラー城下町、よかった、戻ります。戻らせてください。よし、ほい、帰ってきた。左側、おう、なんだ、びっくりした。毎回言うんやね、これ。左側の方から行かんといかんのやったっけ。はいはい、行きましょう行きましょう。あ、そっか、このおじいさんはなんか、この町の外れみたいなところに住んどったけん、いろいろと
事情が把握できてないのか。これはやっぱり、あれが女王様かどうかもいまいち、確定はしていないということか。こんなに吹雪すごかったっけ？もっと見えたと思うんやけど。こんなにおったいらしてました？ねえ、確実に吹雪すごくなってない？え、絶対こんなんじゃなかったやろ。え、こんなんやった？え、待って、こんなんやったっけ？とりあえず女王様。女王様はここを、こっちか。あそこにいらっしゃる。あれどこだ、こっちか。あそこって言いながら全然違うとこ行きよりん。いたいた。どうも。あ、皆さん、ご無事だったんですね。私このまま帰ってこないんじゃないかと、夜も眠らないほど心配で。嘘。あ、めっちゃ怒っとる。お？ねえ、もうお芝居はやめたら？え？やっぱり魔女ということか。お？何あの傷。やっぱり、それ私の呪文で起きた傷ね。あんたが魔女なんでしょ。あ、なるほど、そういうこと。あら、バレちゃった。見た目は化けとるってこと？お、すげえ。お、すげえ。なんかちょっとしたさ、こう、美少女アニメというか、セーラームーンとかそういう感じの変身シーンみたいな。まさか、魔女が女王様に化けておったとは。あ、やっぱり一応見た目は本物やったんやね。うん。え、で何？魔女になった途端に首の怪我は大丈夫になるの？包帯までなくなったよ。あんたたちが政治を倒してくれたおかげで、昔の力が蘇ったわ。英雄グレイグを取り逃がしたあの時の借り、ここで返してあげる。さあ、私の腕の中で永遠に凍りなさい。じゃあ聖獣やっつけてしまったとかめっちゃかわいそうやん。悪いことをしたな。ねえ、せっかく魔女を封印してさ、こう、ゆったりとした時間を過ごしていたであろうに。リーズレットを弱らせ、金賞を奪い返すんじゃ。私が今一度魔女を封印してみせよう。マジでできるん、そんなこと。おう、戦闘に突入した。何あれ、ほうきなんあれ。めっちゃ凍っとるけど。お、ありがとう、ベロニカ。攻撃力アップ。ふふ、雪だるまにしてあげる。やめてよ、またファサって崩れるよ。いやー、大丈夫か、セーニャ。同じ女にも女にもダメージを。二人がゾーンで、あ、そっか、これは違うんか。まあ、一応、二人がゾーンになった時に何かしら。セーニャ大丈夫？雪だるま状態のセーニャ大丈夫？お、ゾーン攻撃、一括。かっこいい、カメハメハやん。動きが。ショックを受けた。めっちゃうーってなったんやけど、驚きすくみ上がってる状態なのあれ。いまいちなんかちょっとよくわからんけど、ダメージめっちゃ少なかったな、こっちへの。あ、びっくりした、びっくりした、崩壊したと思ったせいには今。よし、いけいけ。普通にね、現実的に考えたら、あんな体験でバシッてやられたら真っ二つよね。なんなの？鋼鉄の体をしているの。お、よくやった。よくやった。振り払えるんやね、あれ。お、これはやっつけれるんじゃないか。なんか微動だにしないけど。ベキラゴン。なんかね、全然、うっとか、あっとかならんのよね。すごいなんか素なんやけど大丈夫。お、すげえ、あの上に立つこともできるんよ。いやー、攻撃が砂嵐的な感じ。吹雪やけど。あ、これは、おー、やった、急激に急激にヘナヘナヘナってなった。
おっしゃー。さあ、これで。これで、え、町はまだ戻らない。おう。今よ、焼きハルトさん。魔女を封印する呪文を。よし、来たー。いけ。ポカポカズマパ、ポテズマパ。何その、なんか、ね。すっげえ気が抜ける。あ、やめなさい、その呪文は。あー。おー。むちゃむちゃズマパ、ポチャズマパ、ズマズマズマパ、ポカ。お？なんじゃこの字は。ちょっとエッケハルトさんしっかりしてよ。おお、そうじゃ、ズマズマズマパ。ポカチョマジョー。どうやって呪文考えようやろ。めっちゃ間抜けないんやけど。しかも迷ったところってさ、ズマとかズマパとかして言ってなかったやん。同じじゃない。いやーね、謝るから許し。なんかちょっとね、こういう時、かわいそうな感じになってくるよね。悪いやつなんやけど。弱った時ってなんかちょっと悪いやつでもね、かわいそうと思ってしまう。お！氷が溶けていきます。これで本物の女王様も復活する。おー、綺麗。いいね、いいね。めっちゃ綺麗やん。お、お城も復活。あ、そのまんま、みんな何？自分が凍ったことも、なんか普通に会話続きよるけど。あ、すげえ、超綺麗。いいね、いいね、いいね。色味もいいね。なんかピンクと水色。紫もちょっと入って。テーマパークみたいじゃない？お、なになになに？なに？あ、女王様。え、なに？逆に封印されとったってこと？あの本に。魔女が出てきた代わりに、みたいな。ここは？ご無事でしたか、シャール様。ん？そうだ、思い出しました。魔女が私をこの本の中に閉じ込め、女王に化けていたのです。自分のこと女王って言うんやね。よかった、記憶もきちんとしておられますな。一時はどうなることかと思いましたが、もう安心です。魔女は私たちが封じました。あの、噴水の周りにちょっと、うわーってなっとった人たちは。シャール様、こんなところにいたのですか。早く城にお戻りください。大臣が心配しておられましたぞ。ありがとうございます。皆さんのおかげで、クレイモラーに平和が戻りました。何かお礼をしなければなりませんね。そうだ、本の中で聞いていたのですが、皆さんオーブが必要なんですよね。差し上げますから、後ほど城に来てください。お？あ、本の中でも声とか聞こえとんや。なるほど。さあ、エッケハルト、その本を私に。待ってください。女王様、その本は危険です。私たちが預かっておきますわ。また乗っ取られたらね。かわいいジャンプ。あら、そう。よかったわね、アイナ。オーブはすんなりもらえそうよ。女王様に会いに城に行きましょうか。あ、そうだ。この本もアイナに預けておくね。私は危険でいいのか。アイナは魔女の禁書を手に入れた。これでいつでも魔女をさ、呼び出してなんか、利用できるとかならいいのね。ほい、ということで、じゃあちょっと一旦この辺で終わりにしておこうと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。